はい、今回は筋肉マンですね。筋肉マンにあの超人が登場したということで、彼に続いて他にも筋肉マン2世の超人が登場するのか、登場するとすればどんな超人なのか、まあいろいろと予想をしてみようと思います。まずはこちらからいきましょう。感激の救世主登場ということでね、さっき唐突に筋肉マン2世と言ったんですが、第424話では筋肉マン2世究極の超人タッグ編で登場したカオスらしき人物が登場していたのですが、もしこの展開でストーリーが大きく盛り上がれば、他にもね、続々と筋肉マン2世のキャラが登場する可能性はあるのでしょうか。特に究極の超人タッグ編から登場した超人っていうのは、いわゆる筋肉マンスグルたちとは同世代であるため、違和感なく登場させることも可能と思われるのですが、果たしてどうなるのでしょうか。次に個人的に再登場しそうな、あるいはしたら面白そうな超人を何人か紹介していきます。まずはこちらですね。ケビン・マスクということで、筋肉マン2世では非常に高い人気を誇り、人気投票でもね1位を取り続けていました。第4回がね2位だったんですが、この時ってほとんど出番がなかった時期にね開催されたもので、1位はウォーズマンでしたっけね。なのでカオスの登場が成功すれば、次に登場する筋肉マン2世のキャラでは筆頭候補なのかなと思います。マスク超人という特性を生かして、ケビンマスク自身でなくともケビンマスクのマスクをかぶった超人を出すという展開も考えられますね。でその超人がかぶったマスクをもとに、ロビンがね息子のマスクのデザインを考えたっていう展開はあるんでしょうかね。次にジージョマン、まあ、バリアフリーマンになっていたんですが、ジージョマンは筋肉マン2世の時代から200年前にスウェーデンで活躍したレスラーです。だから筋肉マンスグルたちよりも前の、はるか前の世代の超人ですね。まあ、ちょっとね正確にはわからないんですが、タツノリやネメシスたちよりも前の世代になるんでしょうか。かなりの実力者だったんですが、度が過ぎたスケベ行為が原因で、国で一番の呪術師たちにね寝込みを襲われて、ダーラナ地方の森深くの巨木に封印されていました。それから200年後ニルスという超人の腕に宿ってバリアフリーマンとして復活していました。一応筋肉マンが現役の時代にもね生きていた超人なので出してみたんですが、まあその頃は封印されていたんですけどね。で彼はね、要はバリアフリーマンなんですが、賛否両論あるキャラで、嫌いな人はめちゃくちゃ嫌ってる印象ですね。なんかこれね、根拠はないんですけれども、ゆたまご先生お気に入りという印象もあります。でバリアフリーマンはね、先ほど紹介したようにスウェーデン出身なんですが、実はね他にもねスウェーデン出身の超人がいて、要は技巧チームのねザ・マンリキもねスウェーデン出身なんですよね。だからまあザ・マンリキを仲介して技巧チーム入りするみたいな超展開みたいなものはあったりするんでしょうかね。まあゼブラをねちょっとでもね見せ場与えてほしいことからこんなこと言い始めているんですけれども、まあいろんな意味でねジージョマンはね技巧チームっぽい感じもしなくはないんですよね。次にこちらです。カーペットとボミングスですね。オルテガとモアイドンなんですが、彼らは究極の超人タッグ編で登場したタッグチームです。まあなんていうか言い方悪いんですけど、マッスルブラザーズのかませとして登場した感はあります。彼らといえばね、なんといってもねスカイマンを含めた3人でタッグを組んでタッグ選手権を制覇した経験があるっていうこの設定なんですよね。だからこの設定を生かしてスカイマンを活躍させるために登場させるっていう展開があるのかなってのはちょっとね自分考えているんですよね。やっぱスカイマンもね再び活躍してほしいと思う超人の一人で、まあゆたまご先生も確かどこかでスカイマンについては言及していたような気がするので、だから再登場を果たせばひょっとしたらね6人タッグマッチ待ったなしの状況になるかもしれないですね。
次に5ディザスターズですね。ライトニングとサンダーのことなんですが、ケビン・マスクを筆頭候補とは言ったものの、今の筋肉マンのストーリー展開を考えれば、今回紹介するメンバーの中では筋肉マンに登場する可能性が最も高い超人なのかなと思っています。彼らもまた時間超人で究極の超人タッグ編のラスボスでした。で、彼らのね、その評価もね、様々なものがあるんですが、自分はね、その中ボスぐらいの立ち位置であれば、かなり魅力的なキャラになったんじゃないかなとは思っているんですよね。だから縮小なところはいいんだけど、シリーズのラスボスとしてはちょっとね、威厳があんまり感じられなかったってのが自分の感想なんですよね。だからそれを踏まえて、なんかザマンが登場したみたいなエピソードもなんか聞いたことあるんですけれども、で、サンダーの方はその過去が明らかになっていた一方、ライトニングの方は天涯孤独の身であること以外はほとんど謎に包まれたままだったんですが、確か素顔もね、謎のままだったんですよね。だからその時の神がね、直接作り出した傑作の一人として登場する可能性もあるかなとはちょっと考えています。だから火山からね、現れる時間超人がいたら、それはライトニングなのかもしれません。で、まあ、ここでこういう風に言うのもなんですが、5ディザスターズが再登場したとしてもね、あのアクセレレーションは早々に破られてほしいかなとは思っています。で、次最後なんですが、筋肉万太郎ですね。こういった特集をする以上はね、やっぱ上げておくキャラクターかもしれません。言わずと知れた筋肉マン2世の主人公で、筋肉すぐるの息子でもあります。個人的に筋肉マンのストーリーに深く関わってくることはほぼないと現時点では自分は考えているんですが、いつかは来る筋肉マンの最終回あたりで描かれる可能性はあるかもしれません。ところで、今回筋肉マンに登場したカオスが究極の超人タッグ編のカオス本人であれば、筋肉マンと筋肉マン2世は何らかのつながりがあることになりそうなんですが、なんかこれコメントでもいただいてたんですが、まあ、関係あるよみたいなことを先生がおっしゃられていたって、自分ちょっと確認できてないんですけど、そうなんですかね。まあ、だからこの点もね、ストーリーの中で語られることが来るのかっていうのはちょっと注目したいですね。ということで、今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。